午前8時を回った八木山上空、薄い雲を通して日差しが届いています。今日はこの後もですね、全体的には曇り時々晴れといった天気傾向で、最高気温は昨日と同じぐらい、広い範囲で30度以上の真夏日となりそうです。で、天気図を見ていきますと、今日はこの後北の方から秋雨前線が近づいてきまして、この影響でですね、午後ところどころにわか雨の可能性があります。特にですね、人間アメダスで見ていきますと、例えば栗駒山の住民さんがお住まいの県の北西部、こういったところがですね、少しにわか雨の可能性高めとなっています。極端に強く降ることはないとは思いますけれども、午後の外出は折りたたみ傘をお持ちください。